イのバンコクにいます。バンコクですね。でバンコクの、今いるところは BTS のプロンポ駅の近くにいます。で今スピンピト通りを歩いてですね、隣のです、ね、アソーク駅の方まで行くところです。まあ、ちょっと距離あるんですけどね。でこちらがスピンピト通り、降水量激しいですね。見てください、向こう側は結構渋滞します。で朝とか夕方だとね、結構渋滞でなかなかタクシーが済まなかったりします。でこれがですね、タイの国王ですね、プミポン国王ですね。でタイではですね、かなり尊敬されてます。なんでね、例えばそのタイの王室のことを悪く言う人たちはね、基本的に罰せられてしまいますね。でこれベンチャーシリーパーク、ね、スキミットロード、ベンチャーシリー公園っていうのがあってですね、こちら見るとインペリアクイーンズパークがあります。でちょうど今学校が終わって結構ね、学生ですね、多いですね。でこう見るとこの屋台がね結構あります。子供たちが多いな。こういう風にね、1個10、20、30バース、40バースだって買えますね。フルーツなんか持ってます。で学校帰りの子供たちがね、こういう風にね、ちょっとしたねお菓子とか食べ物を買ってね、つまんで楽しむ感じです。ソーセージ、ピザ屋さんがあります。で、アソークですね。アソーク駅があるところなんですけどね、アソーク駅はなんか日系のね、企業なんかも結構会社があったりもします。でそこに、シアターも起きたりね、下にも起きたりすることがありますね。でこちらがでも至るところ見てください、ね、これバス停なんですけどね、至るところにこういう風に屋台ありますね。はい、東南アジアはやっぱり基本的に屋台が多いですね。で人々がね、もうバスを待ってます。こちらがプロンポ駅の方面です。バイクも結構多いですね。でバイクタクシーね、バイクタクシー、バイクタクシーなんかも、それぞれね発生します。すごいね。これはネクタイとかいらっしゃいますので、スーツとか借りてます。